埼玉市青少年宇宙科学館は埼玉県埼玉市浦和区に所在する科学館。この施設は浦和市が浦和市営仮想場の拡充移転計画によって生じた仮想場の跡地に青少年の宇宙科学への関心を高めることを目的として1988年5月に浦和市青少年宇宙科学館として開館した。2001年に合併による 埼玉市の設置により、現在の官名に変更した。浦和市時代は、アストロユーの愛称があった。現在は、埼玉市教育委員会、生涯学習部の所管であり、かつまた、旧浦和市及び旧岩月市の小中学校の理科教育の学校教育施設でもある。プラネタリウム館と科学館からなる施設であるが、プラネタリウムは、開館から2007年12月まで、 投影装置は、後藤工学研究所の GSS2 型を使用した。2008年3月からは、最新型のハイブリッド型プラネタリウム装置である。同じく、後藤工学生のロ論2機器が変更され、一般公開番組では、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークの平原プラネタリウムで投影が行われたプログラムを翻訳した番組などの投影が行われるようになった。 なお、埼玉市宇宙劇場との兼ね合いから、星空の夕べなどの企画投影は行われていない、小学校低学年向けの番組も投影されている。科学館の展示は、基本的に現在の小学校から中学校の理科、補助教育に必要とされる遊具、実験装置などを備え、規模は小さいながらも充実した展示内容である。また、サイエンス賞や、 青少年の長期休日に合わせた理科工作教室なども開催されている。埼玉市出身の宇宙飛行士、若田光一と関係が深く、市の宇宙飛行などへの応援活動なども実施している。若田は2009年10月25日に科学館と公述する埼玉市宇宙劇場の名誉館長に就任している。館内には、 宇宙航空研究開発機構の広報ビデオなどを閲覧できるコーナーや旧宇宙開発事業団の資料、さらには NASATV の CS 放送を直接視聴できるコーナーなども設けられている。他には日本人宇宙飛行士と伴いに宇宙飛行を行った宇宙桜、宇宙バラ宇宙メダカなどの生育が大切に行われている。館の外には 東京大学大学院理学系研究科付属植物園から継ぎ木されたニュートンのリンゴの木などもある。埼玉市には他に姉妹館として埼玉市宇宙劇場があり、こちらはコニカミノルタプラネタリウム製のプラネタリウム装置と全天周投影装置を備えたプラネタリウム館がある。こちらでは日本宇宙少年団の埼玉支部などの館外活動も実施されている。 公開転問題一覧の項にリンクしてあるが、後藤工学研究所の開発した屈折式20センチメートル空で望遠鏡があり、各小学校や中学校での移動観測も行っている。その他、学習室の専有利用や会議室の専有利用が可能だが別料金。また、学校利用や市内障害教育団体利用の場合には科学館もしくは障害教育課へ。 事前申請を行えば無料。現在は J リーグチームの裏割れズが埼玉スタジアム2 0 0へ本拠地を移動したため開催は少ないが近隣の駒場スタジアムで J リーグの試合のある時などは科学館への自動車での来館は遠慮されたい。基本的に公共施設への来所や来館は公共交通機関や自転車、徒歩などが望ましい。ありがとうございます。